ペルソナシリーズペルソナ5スクランブルザ・ファントムストライカーズペルソナ5スクランブルザ・ファントムストライカーズはアトラスより2020年2月20日に発売されたプレイステーション4ニンテンドースイッチ用ゲームソフト無双シリーズなどを手掛ける公営テクモゲームストの共同開発作品ペルソナシリーズ初のアクション RPG ペルソナ5の後日談を描く 完全新作ストーリーとなっている。略称は p 5 s 主人公が東京を去って約半年後の夏休み、心の怪盗団の面々は久々に純喫茶、ルブランに集まる。夏休みを利用してキャンプや旅行を楽しもうと計画を立てていた彼らだが、その最中、見知らぬ異世界ジェールに迷い込む。そこではジェールの支配者たる王の命令で、 シャドウの群れが迷い込んだ人間の願いを奪っていた。時を同じくして日本各地で謎の怪事件、怪心事件が発生。警察は一年半前から半年前にかけて起きた心の怪盗団による悪人たちの怪心騒動との類似性から怪盗団が関係している疑いが強いと判断し、怪盗団を極秘裏に追跡開始していたのである。ジェールは かつて心の怪答団が目にした歪んだ欲望の世界、パレスと関係があるのか、そして改心事件は誰が糸を引いているのか。心の怪答団は潔白を証明すべく歪んだ大人の執悪な欲望を奪う怪答の姿を再び身にまとい新たな仲間と共に日本各地を駆け回る。本作はペルソナ5のシステムや方向性を基盤にしており、 デビル様ナークズハライドシリーズでも見られた3、認証視点 3D ダンジョンのアクション戦闘を取り入れた作品となっている。なお、前作までの RPG 作品に見られた一部の要素には簡略化が見られる。また、セーブデータ連動特典では PS4 版なら P5 か P5R のセーブデータスイッチ版なら大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの プレイデータ、スティーム版一周目フィニッシュデータがあれば、ペルソナ5 BGM セットが解禁可能される。心の解答団として活動。本作では、JL 攻略中は任意に、ナビ以外の編成メンバーへの操作切り替えが任意で可能となっている。本作の舞台は、日本各地で前作と同じ口名も、実在のものや表記の一部を変えたものが多数登場する。 本作では日本各地で異変と共に異世界、ジェールが発生しており、主人公たちは事件解決のために日本各地を巡る。ありがとうございます。